世界は、ロシアのウクライナ侵攻後、劇的な変化を見せています。今回は、尖閣諸島に工作物を設置か、を詳しく見ていきます。自民党の高市政調会長の発言ですが、日本が実効支配するべき時が来ています。北方領土も、話し合いでは解決できないところまで、自由民主党の高市早苗政調会長は、2022年3月9日の参議院会館での講演で、日本固有の領土である沖縄県石垣市の尖閣諸島について、領有権を主張しつつ、海警局の公船によって、不法に領海や接続水域への侵入を繰り返す中国に対して、尖閣諸島が日本の領土であり、施政権が存在することを明示して対抗すべきと主張した。高市政調会長は、尖閣諸島が実効的に日本の領土であることを示す工作物の設置、あるいは何らかの形で日本の施政権が及んでいることを明確に示すことが非常に大切であると述べている。そして、太平洋戦争終戦時のどさくさに紛れたロシア、当時はソ連にかすめ取られた形の北方領土に、ロシア人が住民として定着し、軍隊が常駐していることや、同じく、コソ泥のように、韓国に奪われた島根県竹島に、韓国の警備隊が常駐していることを実効支配されている、事例として挙げ、長年実効支配され続け、国際法的に、相手国の領土と認められてしまうこれらの領土を武力で奪還することは、憲法上認められていないとした上で、取られてしまえば終わりだと語った。自民党内には、尖閣諸島に政府によって、ヘリポートや灯台などを建設することで、施政権を主張すべきとの意見があり、高市政調会長の発言は、それを支持するものとされている。また、高市政調会長は、非核三原則についても触れ、核兵器を持ち込ませずの原則については、有事の想定を、日本とアメリカとの間で共有しておくべきと指摘し、政府が改定を進めている国家安全保障戦略の議論と合わせて、自民党安全保障調査会においてしっかり議論するとの考えを明らかにした。ただ、現在の自衛隊とアメリカ軍との間で、アメリカ軍の核兵器をユークリアシェアリング核兵器共有として共有することについては、自衛隊法ではユークリアシェリングを想定していないため、現状のままでは難しいとの認識を示して、自衛隊法の改正などの法整備が必要であると指摘した。この高市政調会長の講演発言を受けた、インターネット上での反応は、賛同するものが多く、尖閣諸島における、施政権の明示を早急に実施すべきとの声が圧倒的であるが、灯台やヘリポートを作るくら、なら自衛隊が常駐できる前哨基地を建設することが望ましいとする声が上がっている。しかし、尖閣諸島や小島や岩礁で構成されていて、一番大きな魚釣島でも面積が 3.82 しかなく、自衛隊部隊を常駐させるとしても、ごく少数と見られている。魚釣島には、かつて1980年代に、仮設ヘリポートが設置されたことがあったが、中国政府がそのことに抗議したため撤去されている。また、2000年4月には右翼団体の日本青年社の主導によって、お釣り島に木造りの祠が建てられ、尖閣神社が創建された。これは日本青年社がお釣り島の2カ所に灯台を建設した際に創建されたもので、毎年灯台を点検整備していた頃は、例祭や船舶の航行安全祈願などが行われていた。2基の灯台のうち、魚釣島灯台は、後に、日本青年社から日本政府に寄贈され、現在では国有財産として登記されて、海上保安庁が管理しており、海図にも、その存在が記載されている。しかし、2003年3月24日に、
中国人の活動家7人が、日本の領海を侵犯した上、ボートで、魚釣島に、不法に上陸を観光し、島内で中国国旗を振るなどしたため、沖縄県警が、ヘリコプターで、警察官20名を派遣して、全員を、出入国管理法違反として、不法入国の疑いで逮捕したが、その際に、尖閣神社の祠が破壊された形跡が明らかにされた。日本青年社は、魚釣島に上陸して、祠の状況を調べようとしたが、海上保安庁の制止によって、石垣港から出港することができず、沖縄県警に被害届を提出し受理されたことで、尖閣諸島に日本の主権が及んでいると主張した。その後、2008年頃に祠が壊れていたことが分かったものの、そのまま放置されていたが、2019年に、御祭神、天照大神、日本武隆を、石垣島北西部の石垣市深井に移設、鎮座され、2019年2月17日に、奉祝祭が、境神社、茨城県の滑川雄二宮司、朝、峰神社、高知県の野村隆雄宮司、多賀神社、長野県の村上則隆宮司により取り行われた。このような経緯で、魚釣島には尖閣神社はなくなったものの、日本青年社が建設して、海上保安庁が管理する灯台と、尖閣神社が建立されたのと同じ2000年に設置された、尖閣諸島防衛協会が建てた、日本国旗の石組みが、日本の主権が及んでいる、証紙として残されている。尖閣諸島について、アメリカは、その領有権について、最終的に、判断を下す立場にないとしつつ、領有権をめぐる対立は、関係当事者間による平和的解決を期待するとの中立的立場を示しているのであるが、その一方で、尖閣諸島派1972年の沖縄返還以来、日本の施政下にあり、日米安全保障条約第5条の適用対象となるとの見解も示している。とはいえ、今の尖閣諸島では、中国の海警局の艦艇4隻が毎日のように領海侵犯を繰り返し、島に接近する日本漁船や海上保安庁の巡視船に接近して威嚇を行っている状況であり、いつ中国人に上陸されてもおかしくないとされている。政府自民党の中には、現外務大臣を含め親中派とめされる議員が多数おり、中国に進出している。日本企業などに忖度するあまりに、尖閣問題を棚上げして、中国との関係を保とうとしているのは残念なことである。高市政調会長が声を上げているうちに、自衛隊の配備までは、無理としても、尖閣諸島が日本の領土であることを示す、工作物の設置を急、敵速やかに実施してほしいとの声が多数上げられている。この度のウクライナ侵略において、日本が学ぶべきことは、核を持たざる国は、核を持つ専制主義国家に対抗する術がないということが一つ。そして、現在のアメリカは、かつてのような、世界の警察官たる強いアメリカではなく、自国を守ることに手一杯で、遠方から、助けを求める小国を簡単に見捨てる国になり下がったと見る向きがある。尖閣諸島が奪われたとしても、安全保障条約が発動しない可能性を、日本は想定しておくべきであろう。そして、もし、自衛隊法などの法整備がなり、アメリカとのニュークリアシェアリングが実施されたとしても、その時に、ロシアや中国が、核兵器使用の可能性をほのめかすだけで、バイデン大統領は、日本を助けることを諦め、核兵器を提供しないだろうとの見方が強くなりつつあり、もはや、アメリカの核で守られる時代は、終わったとする声が聞かれる。日本は海に囲まれているため、多くの日本人は、実感がないであろうが、実は、なりふり構わず、核兵器使用を振りかざし、己の権益を主張する、悪魔のような二つの、
専制主義国家と国境を接している。日本人は、国防について現実を見据え、悪魔国家に対抗する術となる核兵器の保有を、真剣にかつ早急に検討するべきであろう。皆さん数年前、南シナ海に黒潮潜水艦が突然出現したのを覚えているでしょうか。案内役のアミカです。黒潮潜水艦といえば、海上自衛隊では旧型の潜水艦になります。今回は、この南シナ海出現に対して反応を示した中国メディアを詳しく見ていきます。潜航深度も、実際はどこまで潜航できるのかも気になりますよね。考察していきますね。護衛艦加賀がアメリカ軍との航行の自由作戦で訓練をしていたとき、黒潮潜水艦が南シナ海に突然として出現しました。今となっては、後出しじゃんけんのような状態ですが、当時のメディアでも、散々報道はされていたのですが、海底に潜水艦が潜んでいるということなのです。その報道から、3日ほど後、当時の防衛大臣、小野寺、らしの発言がありました。内容は、15年も前から、海自は南シナ海で訓練していた。護衛艦加賀の元には、黒潮が、南シナ海での極秘任務のために潜航していたというものでした。こんな重要なことを、なぜ今頃発表したのか、何か意図があるのかと邪推してしまいますが、黒潮は旧型の潜水艦でした。その旧型でも、南シナ海で潜航しつつ、任務を行い、かつ、中国海軍にも発見されなかったという、誇らしい事実を、このタイミングで発表したわけですから、中国に対する牽制だったのかもしれませんね。個人的な意見ですが、実は、そう、旧型潜水艦が、もう一隻海底に潜んでいたのではないかという気もするのです。そう、旧型潜水艦の潜航深度が、旧型である、黒潮よりも深いのは当然ですが、その潜航深度は、当然ながら、極秘扱いになっています。私は 800M と思うのですが、最新鋭潜水艦、鴎竜や東竜には、リチウムイオン電池が搭載されています。こういったリチウムイオン電池を採用した潜水艦であれば、
もっと深く潜れるのではないかと考えますが、この先行深度は、そのままで数値は変化しないだろうとも考えます。流型潜水艦の後継艦となる最新鋭潜水艦では、先行深度は、さすがに変わってくるでしょうね。リチウムイオンを搭載した、新型潜水艦オウリュウの性能を復習していきましょう。日本に、潜水艦は、数多くあれど、今までの潜水艦の歴史を変えたと言っても良いほど、強烈なデビューを果たしたのが、オウリュウ、でした。2018年10月4日に、進水式を終えたオウリュウの進化が問われる活動は、まだまだこれからでしょう。しかし、オウリュウ派、日本の本当の忍者と、表現しても過言ではありません。忍者は、忍者でも海底の忍者ですから、なかなかの強敵でしょう。オウリュウという、ハイスペックな潜水艦の存在は、保有している国よりも、他の国が脅威と感じるはずです。要するに、日本の周辺国、中国、韓国、ロシアその他にしてみれば、かなり目障りな、イラつく存在が出てきたと思ったことでしょう。なぜなら、日本に近づこうとすれば、空と海の両方を突破しなければならないわけです。そこに忍者オウリュウが潜んでいるのですから、海中から、敵の接近を即感知して、防衛体制を整えることができるでしょう。無論、空自との連携も忘れてはなりませんね。海中という、自分たちには見えないところに潜む敵これほど、恐ろしいものはないでしょう。さて、オウリュウについて、中国メディアが書いた記事が、気になるので紹介しましょう。中国の無料ニュースアプリ、今日頭上の19日の記事を紹介します。内容は、リチウムイオン電池を使用した日本の潜水艦には多くの利点がある。なのに、中国ではなぜ採用しないのか。今までの、流型は、鉛電池とスターリングエンジンの併用だったが、リチウムイオン電池に変えたことで、水中持続力などが、かなり向上したと思われる。日本は、ここ数年軍事拡張傾向があるが、平和憲法の下で、アメリカの制限を受けている。急激な軍備拡張はできないだろうが、といった内容でした。褒めて落としたという感じですね。確かに、そう簡単に軍備拡張はできないのが、日本の良さであり、弱さでもありますが、また、この記事で覇王竜に搭載されたリチウムイオン電池についても説明しています。日本人の吉野明氏が、リチウムイオン電池の発明の成果で、2019年のノーベル化学賞を受賞したことは、記憶に新しいところですが、このリチウムイオン電池は、現在、電気自動車の多くに使用されています。通常電池の3倍の蓄電量を持つと言われるリチウムイオン電池。充電に時間を費やせない潜水艦に使用するのは当然のことですね。効率アップも期待されますし。また、充電するために浮上する必要がなくなります。ということは、潜水可能時間が長くなるはずですね。そして、エンジン音が以前より静かなので、ソナーに反応しにくいのです。ということは、敵に発見されにくいというメリットを持つわけですね。となると、こんな優れものを、どうして中国では使用しないのか、と、疑問が出てくるだろうという推測がありました。中国で、リチウムイオン電池を採用しない理由について、今日頭上波、リチウムイオン電池には、致命的な欠点がある。発火しやすいということだと、説明しています。リチウムイオン電池を搭載している、スマホやノートパソコンに、発火事故が起きたことは、確かに事実です。火事は、大変な被害を起こしますが、特に海中で活動する潜水艦での火事が起きたら、
閉ざされて逃げ場のない空間での火災は、人命に直結する重大な事故になってしまいます。ですから、発火の恐れがあるリチウムイオン電池を使用しないというのは、理屈に合っていますね。潜水艦用のリチウムイオン電池については、コストなどの様々な課題のせいで、なかなか採用されずにきました。しかし、発火や爆発などの危険性については、かなり以前から指摘されていたとも報道されているのです。メリットとリスクを分かった上でも使わないということは、結局のところ、中国が作ったリチウムイオン電池の問題ということで、日本製の問題ではないということでしょうか。つまり、中国製が信頼できないというのが、正直なところなのでしょう。中国の他のメディアである、海自身も記事を載せました。10月24日ですが、欧流派15年進んでいると言われているが、致命的な欠点も持っているという内容でした。これも、要するに、リチウムイオン電池は、発火する恐れがあるということでした。メディアが変わっても、言っていることは同じということです。世界中の、携帯電話や電気自動車に採用されている、リチウムイオン電池の大半は、日本製と言われています。従来の鉛蓄電池に変えて、リチウムイオン電池を搭載することで、潜水艦は、長時間の潜航ができるようになり、維持管理もしやすくなるとされています。それだけでなくエンジン音も、ずっと静かになるので、潜水艦自体の隠密性が高まるというメリットも増えることになります。潜水艦にとって、敵に発見されないことが、最重要ということは、言うまでもありません。存在を隠し、探知されずに、隠密行動をするために、潜水艦があると言っても、過言ではないと思います。潜水艦の位置を把握する方法の一つが、ソナーマンによって、機体の音を捉えることです。ソナーマンと言っても、人間の耳ですから、機体の音が静かであればあるほど、耳で捉えにくくなります。つまり、発見される確率は、当然低くなります。記事は、こういったメリットを認めた上で、中国より、日本は15年は、進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しました。しかし、挙げて終わりではありません。日本の欠点も、ちゃんと指摘するのが中国です。前述のように、リチウムイオン電池には、致命的な欠点があると言っています。それが、過充燃状態下では、リチウムイオン電池は発火する恐れがあるということです。万が一このような発火事件が起きてしまったら、いかに高性能な潜水艦だったとしても、役立たずだろうと主張しています。それだけではなく、2013年、平成25年、1月、日本航空のボーイング787型機のバッテリー発火事故が起きたことも紹介して、同じような事故が起きる可能性があるかもしれないとも述べています。しかし、同年4月には、この飛行機の運航が再開されました。ということは、787型機バッテリーの安全性が証明されたためと思われます。ここで、単純な疑問が浮かぶのですが、発火の危険性を無視して、なぜ、リチウムイオン電池を使うのか、ということです。海自身の記事では、日本は原潜を所有できない。我々の軍事力は、強くなっているから、我が国に対抗するためには、危険性があっても、リチウムイオン電池を選択するしかないのだろうと述べています。つまり、中国に対峙するためには、多少の危険を冒しても仕方なしというのが、日本の考えと推測しているようですね。邪推と思いますけど、
記事の締めくくりとして、我々の源泉は言うまでもなく最強だが、いかんせん数が少ないのが不安要素であると自慢と不安を並列させていました。なんだかんや言っても王竜には危機感を覚えていることは間違いないようです。潜水艦にリチウムイオン電池を乗せるのは世界でも初めての試みとなります。中国を含め世界中から注目されることになるでしょう。日本製品の優秀さを証明することにもなるので、日本のものづくりにも注目が集まることになるのではないかと思います。軍事的な動きが活発化しています。西側諸国の制裁への対抗処置でしょう。今回は陸上自衛隊が電子戦部隊を北海道へ配備について詳しく見てきます。北海道での自衛隊は一般市民が見ているより深刻な状況で、アメリカとロシアの原子力潜水艦での見えない部分で一触触発状態へ突入しています。次に来るのは日本へ侵攻してくるかもしれません。2022年3月28日、東京都練馬区の陸上自衛隊安積駐屯地において、電子戦での任務を統括する新部隊の発足式が行われ、各種の電磁波を用いて、敵側の通信の阻害を担う全国の部隊を統合的に指揮することが期待される。陸上自衛隊では、すでに、これまでに、安積駐屯地を含み、北から北海道の留萌、東千歳駐屯地、長崎の佐柄駐屯地、熊本の県軍駐屯地、奄美大島の奄美駐屯地、沖縄本島の那覇、知念駐屯地に電子戦を担う部隊を配備している。これらに加えて、この2022年度には、新潟の高田駐屯地、鳥取の米子駐屯地、鹿児島の仙台駐屯地の3カ所にも、電子戦部隊の新設を進めることになっており、全国的に急ピッチで配備する。駐屯地を増加させる計画である。さらに、2023年度に、初島の津、島駐屯地、与那国島の与那国駐屯地にも、新規の電子戦部隊を配置することが予定されており、ここまで実現すれば、日本全国で、13カ所の駐屯地に、電子戦を担う同部隊の配置がなされることとなる。これら全国13カ所のうち、特に南西諸島に4カ所、九州に4カ所と、全体の半数以上の8カ所が日本の南側の地方に集中しており、物理的な戦力を有する部隊と同様に、中国からの南西諸島防衛に重点が置かれた配備計画であることが伺える。また近年はウクライナ戦争と連動し、日本への軍事的な牽制姿勢を強めるロシアに対しても、北海道に2カ所を集中配置するなど、かつての旧ソ連時代の冷戦期と同様に、その上陸への警戒を怠らない体制を目指しているようだ。陸上自衛隊では、この2022年度までの電子戦部隊の4カ所の新設に伴い、これまで180名が充当されていた、この分野に、
新たに150名を加えて330名体制まで増強する計画としており、電子戦分野の強化を加速させる方向にある。陸上自衛隊ではこれらの電子戦部隊に対しニュースと呼称される装備を配備しており、これはネットワークエレクトリックウォーフェアシステムの頭文字から取られた略称であり、電子戦の中核を担うものだ。ニュースは2010年度より開発が開始された電子戦システムであり、三菱電機と日本電機の国内企業が製造を担当、各種のテストを経た後に2019年度より量産化に着手された比較的新しい装備品だと言ってよいだろう。このニュースの開発に際しては、従来の電子戦システムに比して小型化すること、機動性を高めること、開発及び維持コストの低減を図ることがテーマに掲げられており、これらに対応したシステム構成を目指している。ことに旧ソ連との冷戦終結後に日本が置かれた防衛の方針は、南西諸島を中心とした島嶼部への中国軍の侵攻を防ぐという方向が打ち出されている7ため、これを色濃く反映した電子戦システムの開発が施行されたもと言えるだろう。そのためニュースを構成する各装置は車両に搭載、若しくは車両に牽引される形式ではあるが、一部を除いてこれらは移動中であっても敵の電波の収集を行うことが可能となっており、課題であった機動性の向上を実現している。ニュースは敵の電波を収集し、その妨害を担う4種5機の電子戦装置群と他の友軍システムと、これらを連動させる電子戦統制装置から構成されており、複数の各種アンテナやレドーム類によって多種多様な電波への対応を行う。もともとニュースは2003年にアメリカ軍で開始された NCW ニューセントリックウォーフェアという新概念に基づき、それに対応すべく導入された C4I システムに準拠する新たな電子戦システムとして開発が始められた。NCW ニューセントリックウォーフェアとは、アメリカ海軍のアーサー・セブロウスキーらによって提唱、創始された新時代の軍事概念であり、高度なコンピュータネットワークで、軍運用の即時化と効率化を図るものである。この NCW ニューセントリックウォーフェアを具体化したものが C4I システムであり、コマンドコントロールコミュニケーションコンピュータインテリジェンスシステムの頭文字を略してそう呼ばれている。アメリカ軍は C4I システムの発祥の組織だけあって、世界で最も進んだ同システムを保有運用しているとみさされているが、これらは大きくは作戦指揮と情報活動という2つの系統からなり、それらはさらに詳細な各システムから構成されている。当然日本の自衛隊もこうしたアメリカ軍の C4I システムに準拠したシステムを採用しているが、平成18年より正式には C4I にシステムと呼んでおり、相互運用性を示すインターオペラビリティの I が追加されている状況である。自衛隊の C4I にシステムは最上くらいに CCG中央指揮システムと呼ばれる戦略レベルのシステムがあり、この下に各陸海空の3自衛隊がそれぞれの作戦レベルのシステムを配しており、さらにその配下に戦術レベルのシステムで構成されている。アメリカや日本のみならず、世界各国の軍でこうした C4I システムに相当する内容の整備が進められてはいるが、作戦レベルのシステムにおいてはそれを稼働させるに足る通信設備を保有しているか否かが、普及の度合いに大きく影響していると言える。現在の作戦レベルのシステムに求められるものは、人工衛星による高速通信環境が必須であり、これを自国で打ち上げて活用可能な状態でなければ、
その構築は不可能であり、航空宇宙分野における技術力を有している必要がある。こうした分野においては、多数の軍事用の人工衛星を独自に持つアメリカのような国家が優位であることは言うまでもなく、日本も軍事専用のものでないといえ、国家としての人工衛星を保有している点では、未だ優位性は損なわれてはいない。ただし、昨今のウクライナ戦争では、アメリカの著名な実業家であるイーロン・マスク氏のスペース X 社が提供する民間の人工衛星を介した通信サービススターリンクがウクライナ政府に提供されたことも大きく報道されている。このスターリンクによって、ウクライナ軍は、ロシア軍攻撃によって、通信インフラが損なわれた地域であっても、反撃が可能となっているとされており、そこから得られるデータを、無人航空機の攻撃等に利用しているとみられている。スペース X 社は、アメリカの一民間企業に過ぎないとはいえ、こうした他、スターリンクのサービスを提供可能とするために、すでに比較的低高度な宇宙に、およそ2500機もの人工衛星を打ち上げており、これはいずれ1万機を超過するとも言われている。その数に、スペース X 社が打ち上げる人工衛星が到達すれば、全地球レベルで、現在の固定回線並みの速度のインターネット通信が可能となると見込まれており、今後の軍事目的での使用についても、重要度が増すことは必須だと思われる。ちなみに、日本で陸上自衛隊が電子戦の分野を強化する契機となったと言われているのは、2014年のクリミア併合や2020年のナゴルノカラバフ紛争におけるロシア軍並びに、ロシア製の関連兵器の成果を目にしたゆえだとされている。第5世代戦闘機 F-35 の配備を急ぐアメリカが、なぜ、ここに来て 4.5 世代とも言うべき F-15EX を導入することになったのか、F-35 との性能比較や、アメリカ軍の事情などから、考察する。現在、F-15EX 戦闘機は納入されていて、実戦テスト中だ。これは、F-15EX 戦闘機が誕生した時のことを紐解いていきます。ボーイング社によると、2021年2月2日に F-15EX のテスト飛行がアメリカ中南部のミズーリ州にあるセントルイス・ランバート国際空港で実施され、約90分間の飛行と電子機器、フライバイワイヤ方式の飛行制御システム、ソフトウェアなどの確認を行い問題なく初飛行に成功したとのことで、この初飛行成功によって2021年第1四半期中に2機を空軍に引き渡すとしていて、
アメリカ国防総省は、この F-10 の EX を、2024年までに80機を調達する方針であることを発表している。この F-10 の EX は、1980年代に配備されて、旧式化と老朽化が進む F-15C-D の後継機種として、アメリカ空軍に導入される予定で、開発が進んでいた、複座式戦闘機で、新しい、デジタル電子戦システムやフライバイワイヤ方式の飛行制御システムに、大画面のデジタルコックピットが採用されている。さらに、アドバンストディスプレイコアプロセッサーアイアイトオペレーションフライトプログラムスイート 9.1X によるアドバンスドミッションシステムには、1秒間に870億回もの命令処理能力を持つ、ミッションコンピューターが採用されていて、アクティブフェーズドアレー、AESA レーダーが搭載され、空対空ミサイル用のハードポイントが12箇所もあり、9ギガに耐えられる機体の耐久性とメンテナンス性の向上も図られている。今回の F-10 の EX の導入によって、今後のアメリカ空軍における戦闘機の役割分担は、F-35A が主力となり F-10 の EX が支援をする関係になると思われるが、この2機種の違いを見ていきたい。まずコスト面から見ると、この両機種の機体価格の差であるが、F-35A の最新ロットの機体価格は、初期から比べるとかなり安くなっており、米国議会が6機、ド・マーティン社に要求している8000万ドル、約89億円にかなり近づいた9000万ドル、約100億円で、一方のボーイング社による F-10 の EX は8000万ドル、約89億円とされていて、現時点では 10% 程度の価格差があるものの、数年後にはほぼ同価格になると思われる。まず大きな違いは、 F-35A が第5世代で、 F-10 の EX は第 4.5 世代というところにあり、そのステルス性能には大きな差がある。例えば、先日トルコが採用してアメリカの怒りを買ったロシアの最新防空システム S-400 で、この両機種を補足するとしたら、 F-10 の EX は 320km 離れた距離で発見されるが、 F-35A なら 32km まで接近できるほどの差があるのだ。また F-35A の最高速度マッハ 1.6、 最高高度 15,000m、最大兵器搭載量 9.9 トンでの航続距離 1070km に対して、 F-10 の EX はマッハ 2.5、 最高高度 21,000m、 最大兵器搭載量 13.3 トンで 1770km と、一見 F-10 の EX の方が上回っているように見える。そして両機種の兵器搭載用ハードポイントの数は、F-35A が10箇所、F-10 の EX が19箇所と、やはり F-10 の EX の方がより兵器を搭載できることになる。しかし、F-35A では、ウェポンベイにのみ、兵器を搭載、ミサイル4機、下、ステルスモードの状態でなら、マッハ 1.2 で巡航する、スーパークルーズが可能であるが、F-10 の EX では、マッハを超えるスーパークルーズには、アフターバーナーの使用が必須であり、燃料消費が増大するため、航続距離はかなり落ちることになる。このように比較すれば、おのずと F-35A が星空戦闘における主力で、F-10 の EX が、その支援や対地攻撃などを担当するといったような立ち位置の違いが、明確に見えてくるのである。また、両機種における、運用コストには、現状では、大きな差があり、F-35A を1時間飛行させるために必要な費用は、3万5千ドルとされているのに対して、F-10 の EX は、2万7千ドルで済むため、8千ドルのコスト差がある。さらに、F-10 の EX では、現在運用している F-15C や F-15E と共有できる部品が多いために、整備、
修理におけるコストが安いとの利点がある。しかし、これについては、今後、F-35A の量産配備が進むことで、運用規模が拡大されるにつれて、コストは低下すると思われるので、将来的に、大きな問題となることはないであろう。現在のアメリカ空軍において、F-35A を、このままのペースで、導入を進めたとすると、計画が完了する前に、F-15C、D の老朽化が進むために、空軍全体の戦力と、そのバランスが減少してしまうことが、予想されている。以前は、F-15C、D の後継機種として、第5世代の F-22 が当てる目論みであったが、開発の遅れや、コストの高騰などによって、2011年に生産を終えて、現在では、179機の保有に止まっている。アメリカ空軍では、現在、F-15 と F-16 による、HILO、MIX、ハイローミックス運用を、F-22 と F-35 で引き継いでいく予定であったが、F-22 を諦めた現在、F-35A と F-15EX による、HILO、MIX 運用に切り替えて、今後の第6世代戦闘機が開発されるまでの間をしのぐとしている。これに対して、ネット上での日本国民の反応は、機体制御方式や電子機器システムなどが、これまでとは別物としても、基本的な部分が、今でも有効とされる F-15 のコンセプトはすごい。F-15 どころか、F-4 を最近まで運用していた日本の航空自衛隊の F-15J の近代化が気になるが、かつて、模擬空戦で、F-104 に搭乗して、F-15 を撃墜したロック、岩崎氏のようなケースもある。航空自衛隊でも F-2 を補う存在として、F-15EX を採用した方がいい。ステルス機の兵器搭載不足を補う意味でも必要だなど、F-15 の長命への驚きと日本にも、必要との意見が見られている。また、F-35A と F-15EX によるコンビネーションにも言及されていて、兵器搭載量が少ない、ステルス機と、多数のミサイルと搭載したステルス機とをデータリンクさせて運用すれば、ステルス機を、敵地深く潜入させてロックオンしたターゲットを後方にいるステルス機から、長射程のミサイルで攻撃することができるので、F-15EX の存在意義は、大きいとしている。ただ、日本においては、専守防衛の立場であるために必要とされる航空戦力は、迎撃に特化していて、攻撃能力は、限定的で良いとされているので、それらを考え合わせると、他機種を使い分けるよりは、機種を絞って、F-35 に一般化するのが、効率的な運用ができると思われる。また、アメリカが、F-15 を新たに調達しようとしているのだから、日本も、高価な F-35 の導入を止めて、F-15 にすべきだなどとの意見も見かけるが、そのような意見においては、F-35 と F-15EX の特性の違い、先に挙げた F-15EX の開発、導入の経緯やこれまでの F-15 シリーズとは、別物に進化したシステムなどについて、ほとんど理解ができておらず、説得力はない。
海上自衛隊の最新鋭大型潜水艦は9年。2019年1月25日兵庫県の川崎重工業神戸工場で起工され、その2年後2021年10月14日、同工場で、命名式と進水式が行われました。今回は、最新鋭の潜水艦に、なぜ、リチウムイオン電池が採用されたのかについて見ていきたいと思います。潜水艦という艦艇については、謎がたくさんあると言われています。もともとが海底に潜んで、存在を悟られないようにするのが仕事と言っても良い船ですから、ミステリアスなのは当然ではありますよね。艦隊に使われている鋼材から推理していくと、かなり深く海に潜れるのでないかと思われますが、やはり国防に関わる機密情報ですから、非公開です。結局は、こちらの想像のデータで終わってしまうということでしょう。これは日本だけではありません。世界的を見ても、潜水艦の潜水深度や水中速力、連続潜航時間などのデータは非公表で、各国の最高機密ですから、その真の数値は想像するしかないわけです。でも、日本の自衛隊潜水艦は、通常動力潜水艦の中でも世界最高水準にあると評価されていますので、その性能に関するデータを紹介したいと思います。大魚型以外でリチウムイオン蓄電池を搭載した潜水艦で、かつ収益済みの艦は、そう、竜型潜水艦11番艦王竜と12番艦東竜の2隻です。そう、竜型潜水艦のデータですが、わかっているのはサイズぐらいでしょうか。全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートル、水中排水量4。200トンの大型通常動力潜水艦ということと、10番艦昇竜までは、非待機依存推進方式のスターリング機関搭載のディーゼルスターリングエレクトリック方式ということです。王竜、東竜の2艦は、ディーゼルエレクトリック方式を採用した上で、リチウムイオン蓄電池が搭載されているのです。専門的なことはわかりませんが、ディーゼルとリチウムイオン電池は併用できるのですね。そう、竜型潜水艦の当初計画では、潜航中の動力として燃料電池を使用することが検討されていたのですが、この事実は、一般的にはあまり知られていませんでした。この燃料電池というのは、燃料の電気化学反応によって発電する電池のことです。通常、乾電池などを指す日電池とは異なり、様々な燃料を補充することによって、永続的に発電が可能であり、同時に発電効率が高い電池として、各分野の研究が進められている、いわば使えるものなのです。防衛省の防衛装備庁では、当初、ナトリウムアマルガム燃料電池の採用を検討していたのですが、使用する水銀を大量に要するため中止しました。そして、酸素、水素型電池の開発に転換して、実用化にまでこぎつけたのですが、潜水艦へ搭載するにあたっては、燃料になる液体酸素を取り扱え、つうことへの不安があり、拭いきれなかったとも言われています。こういった経緯から、そう、竜型潜水艦については、非待機依存推進方式のスターリング機関を採用することを決めたそうです。しかし、当時の技術研究本部、現在の防衛装備庁では、水面下で、次世代潜水艦用の蓄電池となる、リチウムイオン蓄電池の開発を進めていました。つまり、今、目の前の潜水艦に、搭載はできないが、その次の潜水艦への搭載に向けて研究を進めていたということでしょう。リチウムイオン蓄電池の利点を紹介しますね。まず、鉛蓄電池の欠点とされていた水素ガスが発生しません。しかも、エネルギー密度が2倍以上で、
1.5 倍以上繰り返し、充電&放電の回数が増えました。その充電時間も短縮され、放電での電気容量低下量も少なくなって、長い時間効率的な放電が可能になったことなどです。つまり、海底で作業する潜水艦として優れた特性を発揮させることができるというわけです。この優れものを、そう、流型5番艦随流から乗せる計画だったのですが、大鯨型から乗せることになりました。前述の11番艦大流以降の艦に搭載することになったのです。リチウムイオン電池を搭載するにあたって、そう、流型のスターリング AIP 機関が踏襲されました。一つは、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法。二つ目は、スターリング AIP システムも入れて、すべてをリチウムイオン蓄電池と置き換えてしまう方法とが検討されたのですが、比較すると AIP も含めて全てを置き換える方が経費は高くなっても水中パワーが大きくなって連続潜航時間も長くなるという結論に達しました。したがって全てを置き換えることになったのです。さて、物事には裏表があります。何事も良いことだけというわけにはいきません。リチウムイオン蓄電池にはメリットばかりと思われましたが、デメリットもありました。スターリング AIP システムを搭載した潜水艦と比べると、馬力が8000から5600へと落ちてしまったのです。こういったことから大流、動流については、10番艦までを比較すると、水中瞬発的最大速力は、単純計算で20ノット時速37km から18ノット時速33km に落ちたということになるのですが、鉛蓄電池が高いパワーを出す時間は意外と短くて、最高出力20ノットはわずか5分間しか出せないのです。連続で潜航するときの水中最高スピードは16ノットまでしか出せないようです。しかし、リチウムイオン蓄電池なら、長い時間、高いパワーを出せるので、大流、動流の連続潜航時の水中スピードは、2ノット増しで、18ノット維持が可能になります。さらに、連続潜航時間は、10番艦までは2週間でしたが、1ヶ月に伸びました。原潜は半永久的に潜航できると言われているので、それと比べると、いまいち物足りないという感じがするかもしれません。しかし、原潜にしろ、通常型にしろ、結局、人間が乗り組んで運用するものです。半永久的といっても、人間も、半永久的に、閉鎖空間で休み、なく働くことはできません。食料の補給、休養のためには、定期的に、海上に浮上する必要があります。そう考えると、1ヶ月間も連続潜航できるというのは、十分すぎると思われます。以前採用していたディーゼルスターリングエレクトリック方式は、フル充電に必要な航行時間が、5から7時間でした。リチウムイオン蓄電池は、急速充電により、2から3時間でフル充電できるそうですから、作戦運用上のシュノーケル航行時間は、大きく短縮されます。それは、敵から発見される危険性が減ったことに、つながっているのです。また、ディーゼルスターリングエレクトリック方式の、そう、流型 AIP だけで潜航できるので、シュノーケル航行なしに潜航できますが、その場合の水中速度は、5ノット程度、つまり、第二次世界大戦時の潜水艦並みなので、実用的ではありません。潜水艦の最大潜航深度は最高機密ですから、防衛省は公表していません。しかし、そう、流型の潜航深度が600メートルから700メートルというのは、
予測できるのです。また、そう、竜型の艦隊には、世界でも最高水準の鋼材が使用されているので、理論上1000メートルの水圧にも耐えられるため、マックス900メートルまでは潜航が可能とも考えられています。ちなみに、海外製の通常動力潜水艦輸出タイプは、性能概略を公表することが義務付けされているそうです。最大潜航深度は、ロシアのキロ級潜水艦が300メートル程度、ドイツ209型が300メートル、214型が400メートル程度と記載されています。舷線は、一般的に500メートルから700で、アメリカの高性能舷線シーウルフ級が900メートルから1000メートルと言われています。アメリカ海軍の主力ロサンゼルス級舷線でも最大潜航深度600メートルとされていることから考えても、そう、竜型や次世代の対迎型の最大潜航深度は舷線と比べても遜色ないと推測されます。ということは、中国やロシアの原子力潜水艦にも十分に対抗できる性能を有していると考えても良いと思われます。また、潜水艦の最重要性能である、静粛性ですが、これについても、海自の潜水艦も乗組員も世界トップクラスなのです。エンジン音はもちろん、乗組員が、艦の中で活動する、音すらも補足しようと、各国が、優秀なソナーを競って開発していることは、言うまでもありません。そんな中で、よく言えば、賑やかで陽気、悪く言えば騒がしいと表される人たちが乗り組んでいると称される中国の原戦と比べると、スペックは格段に優れていると言い切ってもいいのではないでしょうか。日本政府や国会でも、敵基地攻撃能力の保有について、議論や閣議決定がなされています。今回は、敵基地攻撃能力で、最も大切な、一二式誘導弾の延伸について、詳しく見てきます。次期潜水艦や戦闘機に、搭載可能に改良するとして、防衛省が、予算を今年取得しています。この延伸作業は、早急に急がれる事案だと考えています。射程1500キロとなると、かなり広い。防衛省は、沖縄県の石垣島に、地対艦、地対空ミサイル部隊を、2022年度末に配備する方針を固めた。石垣島には、ミサイル運用部隊のほか、部隊防衛や大規模災害に対応する警備部隊として、500から600人規模の部隊が、石垣市郊外にあるゴルフ場跡地に展開されるとして、隊舎、弾薬庫、訓練場などが設けられるとしている。2021年8月2日に、読売新聞が報じたところによると、防衛省は、陸上自衛隊のミサイル部隊を2022年度内に、尖閣諸島に近い石垣島に配備する見通しで、この先、南西諸島の防衛強化を図る意向だとしている。防衛省は、これまでにも、南西諸島においては、地対艦、
地対空ミサイル部隊を、鹿児島県奄美大島や、沖縄県においては、沖縄本島、宮古島に配備を進めていて、今回の石垣島への配備によって、4カ所目の拠点配備となる。これらのミサイル部隊で運用されるのは、1-2式地対艦サソエ弾と呼ばれる陸上発射の対艦ミサイルで、射程約 200km で、管制誘導のほか、電波によるアクティブレーダーホーミング、それに加えて、GPS 誘導などで、正確に目標に到達するとされている。部隊は、捜索標定レーダー2機、中継装置1機、指揮統制装置1機、射撃管制装置1機によって統制されるミサイル6発を搭載した、発射機搭載車両が1から4両、予備ミサイル6発を搭載した、弾薬運搬車1から4両で構成され、それぞれトラックに搭載可能で、部隊移動が容易である。2020年12月18日の政府閣議において、この、1-2式地対艦誘導弾の長射程化と、陸上発射だけでなく艦船、空中が可能となる、発射プラットフォーム多様化を目指して改良して、当初防衛用の長距離スタンドオフミサイルとして開発することが決定されていて、これらの当初防衛部隊に配備される予定である。防衛省では、かねてより、長距離スタンドオフミサイルの導入を進めており、当初は、アメリカ製のジャスム ER 巡航ミサイルと、ロラズム対艦ミサイルが導入される計画であったが、これらのミサイルを、航空自衛隊の F-15J 戦闘機に搭載するための改修費用が、想定外に高騰してしまったために見合わされることとなってしまった。そのため、もともと長距離射程化が進められていた、1-2式地対艦誘導弾の、さらなる射程延伸を目指すこととなり、200km の射程を、当面は、900km、まで延伸され、最終的には、最大 1500km まで延伸される予定であるほか、さらにステルス性も高めるとされていて、ジャスム、ER 巡航ミサイルと、ロラズム、対艦ミサイルの代用とすることが決められたのであった。現在のところ、沖縄本島を中心とする、南西諸島と尖閣諸島における、当初防衛を担うのは、主に、沖縄、那覇基地所属の F-15J 戦闘機2個飛行隊、約40機、で、これが、今後は、F-35、ライトニング2の通常離着陸機型の A タイプに置き換えられる予定とされているほか、出雲、型護衛艦、出雲、加賀、を改修し、F-35 の垂直、短距離離着陸機型の B タイプをそれぞれ十数機艦載させた軽空母2隻がサポートする体制を構築中であるが、これらが計画通り運用されるまでには、この先、さらに数年を要するため、これらとは、別の当初防衛兵器の配備が必要であった。そのため、防衛省としては、長距離スタンドオフ対艦ミサイルを F-15J に搭載して、中国艦隊を牽制する方針としていたのであったが、それを断念することとなり、その対案として、1-2式地対艦誘導弾の改良が浮かび上がったのである。南西諸島に展開する4つのミサイル部隊が保有するのは、射程 200km の1-2式地対艦誘導弾であるが、900km までの長射程延伸化改良が完了すれば、尖閣諸島のみならず、東シナ海全体をカバーすることが可能となり、さらに、1500km まで延伸されることになれば、中国本土の東シナ海沿岸も、射程内に入ることになる。この、1-2式地対艦誘導弾は、その前身である、88式地対艦誘導弾の時から、トマホークのような地形追従飛行が可能なミサイルとして開発されていて、そのコンセプトは、東西冷戦時代の旧ソ連海軍、及び旧ソ連崩壊後のロシア海軍による北海道侵攻に対応するもので、発射機を北海道の山奥に隠蔽して配置し、侵攻してくる艦艇を北海道沿岸で撃破するものであった。しかし、現在では、仮想敵国は中国に代わり、
遠い洋上にいる中国海軍艦艇を攻撃する必要が生じているのであるが、平坦で狭い島嶼が多い西南諸島では、発射機を隠蔽する場所がなく、射程に敵艦艇が入る前に撃破されてしまう可能性が高い。そのため、一二式地対艦誘導弾の射程延伸区後は、各島への配備の他に、山岳があり、他の島に比べて、重心が深く、発射機を隠蔽が容易な沖、ナワ本島に集中配備をすることが想定されている。また、発射プラットフォームの多様化によって、艦艇や航空機からの発射が可能となれば、万が一、陸上の発射機が撃破されたとしても、それを補うことが可能となるため、中国海軍を牽制するには十分であると考えられる。中国は、アメリカによる封じ込め政策に対抗するため、人民解放軍内における軍事戦略上の概念として、第一列島線と呼ばれる対アメリカ防衛線を打ち出している。第一列島線とは、南シナ海、及び東シナ海の外側に位置する九州から沖縄、台湾、フィリピン、ボルネオに至るラインのことで、この内側は、台湾有事の際の作戦海域であり、さらに、アメリカの有事が発生した際には国防上において、アメリカ海軍の空母打撃群や、原子力潜水艦の侵入を絶対阻止しなければならないとしている。現時点で、中国とアメリカの直接的な軍事衝突の可能性は低いが、台湾侵攻については、北京冬季五輪後に行動を起こす可能性が高いと想定されていて、現実味を帯びていて、その際には、東シナ海の制海権、制空権確保のために尖閣諸島のみならず、石垣島、宮古島などの先島諸島を占領することが想定されている。今回の防衛省による石垣島へのミサイル部隊配備方針を受けて、日本の左派系メディアや市民活動家などは、南西諸島へのミサイル部隊配備だけでなく、アメリカ軍基地や自衛隊基地の存在によって、中国が攻撃をしてくるとして、島民を守るために配備を反対するとして、声高にネガティブキャンペーンを展開している。しかし、もし、アメリカや自衛隊の基地が、南西諸島に存在しなかったとしても、これらの島々が中国人民解放軍の絶対的国防ラインであることは変わらず、有事における占領対象であり、そこに防衛のための戦力が存在しなければいいと占領され、台湾と共に中国に併合されるだけであろう。その時、憲法9条がある限り、侵攻されることはないとのお花畑的思考にとらわれている。左派の人々が、どのような発言をするのか、とても興味深い。海上自衛隊最新鋭潜水艦隊ゲイが横須賀基地に配備され、これから任務に就くのか、試験潜水艦となるのかは、現在の世界情勢で変化するようだ。今回は、この最新鋭潜水艦隊ゲイを詳しく見てきます。三菱重工が本気建造、技術力は日本でもトップでしょう。リチウムイオン電池搭載も当たり前になっていますが、この性能の高さが次元が違う。
次期潜水艦の装備には閣議決定で、一二式誘導弾エンジンを搭載するとの指針を出している。ついに、通常動力型潜水艦でも、VSL を、搭載4000トン級へと変化するのか、また、すごい潜水艦ができそうだ。2020年10月、海上自衛隊の最新鋭潜水艦が進水、旧帝国海軍の潜水母艦として存在した、大芸にちなみ、大芸と命名されたことが、ニュースとして大きく報じられた。大芸は、これまで名称未定だった、いわゆる3000トン型潜水艦と呼ばれていた、新型の攻撃型潜水艦のネームシップとなり、およそ800億円の費用が投入されており、今後の完成が待たれる。大芸の建造を担っているのは、三菱重工業の神戸造船所であり、従来と同様に、川崎重工業の神戸工場と交互に、このところ、毎年新造の潜水艦を海上自衛隊に送り出している。今回の大芸のニュースが取り上げたのは、前安倍総理の実弟である岸防衛大臣が直接進水、命名式に出席したことが大きかったが、一部週刊誌では、また、別の人物にも、焦点が当てられた。その人物こそ、大芸の式典に参加していた、三菱重工業の北川元洋艦艇、特殊機械事業部長であり、女優、北川景子氏の実父であるとの報道がなされたことが、注目を集めたのだ。これまで、北川景子氏自身が、ジップについて明かしたことはないとされ、また、三菱重工業側も、幹部とはいえ、個々人の家族関係などに触れることは、控えているが、概ね間違いのない事実と見られている。艦艇、特殊機械事業部は、三菱重工業の内部に、2019年度に設置された、防衛関連事業を担う部署であり、北川元博氏自身は、これまでも、潜水艦の建造に長く携わってきたエキスパートだという。北川景子氏といえば、夫の大吾氏は、故、竹下総理の孫という、家柄でもよく知られているため、今回の報道で、夫婦ともの出自が、芸能人としてセレブと呼ぶに、ふさわしいものとして、耳目を集めた。さて、三菱重工業といえば、三菱商事、三菱 UFJ 銀行とともに、三菱グループを代表する企業であり、鉄道車両から航空機、船舶、ロケットに至るまで、幅広い分野に事業を展開している。今回の新型潜水艦、大芸のように、自衛隊向けの艦艇の建造も多数手掛けており、2015年度に、川崎重工業に、防衛調達額で一旦抜かれる事態はあったが、ほぼ、日本の同事業のトップの座を堅持している。ただし、三菱重工業を、はじめとして、日本では、防衛産業に対して、批判の矛先が向けられるケースも多いが、事業として見た場合に、こうした分野は、決して、利潤が高いとは言えないのが実情だ。こうした事情は、他の日本の防衛関連企業でも同様であり、国防という、公の事業を担うことを限られた企業が、責務として位置づけていることには、一抹の危うさも感じられる。このあたりでは、武器輸出を推進すれば、健全になるのかといえば、それも、また非常にデリケートな問題であり、国連の常任理事国が軒並み、膨大な武器輸出を行っているのとは、状況を異にしている。さて、三菱重工業といえば、小型のジェットエンジン旅客機、MJR を開発していたが、最近は、新型コロナウイルスの影響もあり、同スペースジェット事業を見直す動きがあるとも報じられた。しかし、当の三菱重工業は、スペースジェット事業の今後について、
報道されたような凍結を決定したわけではないとコメントしており、企業として最終的な判断は保留している状態のようだ。新型コロナウイルスの問題では、航空会社の全日空が深刻な経営赤字に陥るなど、日本国内の需要はもちろん、世界的に長期間にわたる影響が現実化してきており、航空業界そのものが危ういと言える。こうした民間需要は、厳しい環境が続くと予想される反面、利潤的には限られるとは言いながらも、艦需である護衛艦や潜水艦の建造が中止される恐れは少なく、その意味では三菱重工業は固い。太平洋建造している神戸造船所の創業は1905年まで遡る長い歴史を誇るが、2012年には一般の艦船の建造を長崎や下関に移管して潜水艦建造に注力しており、その傾向が顕著だ。また、太平は未だ建造中ではあるが、平成31年度以降にかかる防衛力整備計画の大綱についてという防衛省発表の文書において、試験潜水艦への種別の変更が行われると明記されている。これは、従来、海上自衛隊の既存の収益済みの潜水艦がローテーションで担ってきた試験艦の役割を、新造艦である太平が一手に引き受けることを意味しており、他艦の稼働体制を考慮したものだろう。同時に、今後の潜水艦開発の効率の向上も図る目的があるとみられ、双竜型のキープコンセプトである太平をもとに、船体形状も含めて刷新する準備が進められていくとみられる。太平の次級となる新型潜水艦については、あくまで予想図ではあるものの幕張で開催された、MAST 2019で、三菱重工業がイラストを公表しており、より流面的な形状が描かれていた。こうした船体形状や、ポンプジェット推進の採用など、まだまだ、仕様そのものが、ベールに包まれており、今後の続報が待たれるが、太平の試験稼働で、それらも徐々に明かされていくに違いない。
海上自衛隊が誇る最新鋭大型潜水艦はクゲイ。2019年、平成31年、1月25日に起工。2021年、令和3年、10月14日に、命名式と進水式が無事終了しました。平成最後に、建造がスタートした、潜水艦ということになりますね。この白鯨には、リチウムイオン電池が採用されました。今回は、この最新鋭潜水艦に、リチウムイオン電池が採用された理由について紹介したいと思います。潜水艦といえば、どんなことを連想しますか？第二次世界大戦時のドイツ海軍の U ボート。釣り船と衝突して沈没させ、犠牲者を出した名出しを。あるいは、水産高校の練習船愛媛丸を沈没させたアメリカの原潜でしょうか？どれも、あまりいいイメージではないのですが、潜水艦という、存在自体が他者に存在を知られないことを最優先としているため、秘密裏に行動せざるを得ないわけです。ということは、他の者は、ここに潜水艦がいることなどわかりっこありませんから、思いがけない悲劇も発生してしまうのです。発生させた事故の対応や責任が、一番問題になるでしょうが。そんなわけですから、潜水艦というものはミステリアスな兵器と言ってよいでしょう。国防に深く関わるがゆえに、データは一切非公開です。想像するしかありません。例えば、潜水艦の艦体に使われている鋼材から推測すると、水圧に強いことはわかりますから、思っている以上に深く潜れるのではないかと思われるのですが、正確なところは不明です。情報非公開は日本だけではありません。世界的にも、潜水艦の潜水深度や水中スピード、連続で潜航できる時間などの情報は非公開です。最高機密ですから、当然といえば当然ですよね。海自の潜水艦は、通常動力潜水艦では、世界最高レベルにあると言われています。では、推定されるスペックについて見てみましょう。体外にリチウムイオン電池を搭載していることは前述の通りですが、それ以外の艦としては、そう、竜型潜水艦11番艦オウリュウ、12番艦東流の2艦です。そう、竜型潜水艦は、大型の通常動力潜水艦で、10番艦小竜までは、非待機依存推進方式、AIP のスターリング機関を搭載したディーゼルスターリングエレクトリック方式を採用しています。11番艦オウリュウ、12番艦東流は、ディーゼルエレクトリック方式の上に、リチウムイオン蓄電池を搭載しています。二重に使えるの？と素人は、考えてしまいますよね。実は、当初計画では、そう、竜型潜水艦は、潜航中の動力として、燃料電池搭載を検討していたのですが、このことは、一般的には、あまり知られていませんでした。この燃料電池とは、燃料の電気化学反応によって発電させる電池のことです。私たちが、日常生活で利用する乾電池などは二次電池と呼ばれるようですが、それと全く異なり、様々な燃料を補充することによって永続的に発電可能であり、同時に発電効率が高い電池なので、各分野で研究が進められているものなのです。昔の技術研究本部、今は防衛装備庁となっていますが、そこでは当初は、ナトリウムアマルガム燃料電池を搭載することを検討していたのですが、使用する水銀が大量に必要でした。水銀は
以前体温計などにも使われていましたが、公害などの問題があり、現在では使用が禁じられていますね。ナトリウムアマルガム燃料電池を断念した後は、酸素、水素型電池の開発に変え、実用化にはこぎつけたのですが、いざ潜水艦に搭載しようとした時には、燃料である液体酸素を取り扱うことに関して、不安があったため、二の足を踏んでいました。こういった経緯から、そう、流型潜水艦には、非待機依存推進方式のスターリング機関を搭載しました。その一方、水面下では、次世代潜水艦用の蓄電池である、リチウムイオン蓄電池の開発を進めていたのです。ここで、リチウムイオン蓄電池の利点を紹介します。まず、鉛蓄電池のデメリットとされた、水素ガスが発生しません。また、エネルギー密度が2倍以上で、なおかつ区界し密流放電回数は 1.5 倍になったそうです。しかも、充電時間も短縮され、放電したことによる電気容量の低下も少なく、長い時間効率放電ができるということなどが挙げられます。まさに、海底で任務を行う潜水艦として、優秀な特性を発揮することが可能と推定されています。リチウムイオン電池を乗せる際に、そう、流型のスターリング AIP 機関は、そのままで、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法、もしくは、スターリング AIP システムも含めて、すべてをリチウムイオン蓄電池と置き換える方法の2つが検討されたそうです。その結果、AIP も含めて置き換える方が、経費は高くなりますが、水中出力が大きくなり、しかも、連続潜航時間も長くなるという判断から、すべてを置き換えることになったのでした。リチウムイオン蓄電池には、いいことばかりのように思えますが、デメリットもあります。馬力が、スターリング AIP システムを搭載した艦と比較すると、8000馬力から、5600馬力に、2400馬力ほど低下しているのです。桜竜、桃竜に関しては10番艦までと比べると、水中での瞬発的最大スピードが、20ノット、時速、37km、メートルから18ノット時速 33km メートルに低下したという単純計算になるのですが、鉛蓄電池は高出力を発揮できる時間は意外と短くて、10番艦までは最高出力20ノットを出せるのはたったの5分間しかありません。連続潜航時には16ノットしか出せないと言います。リチウムイオン蓄電池なら、長い時間、持続的に高い出力を発揮できるので、桜竜、桃竜の連続潜航時の水中速度は、2ノット増えて、18ノットが維持できるそうです。連続潜航時間も、10番艦までは2週間だったのですが、1ヶ月と約倍に伸びているようです。と言っても、通常型潜水艦ですから、半永久的に潜航できる源泉と比較すれば、いまいち物足りないと感じるかもしれませんね。しかし、どんな艦艇でも人間が乗り組んで動かすのです。半永久的といっても、食料の補給、乗組員の精神的休養のためには、定期的に海上に浮上する必要があります。それを思えば、連続潜航時間1ヶ月というのは十分ではないかと思われますよね。以前、双流型で採用していたディーゼルスターリングエレクトリック方式は、フル充電のために必要な航行時間が5から7時間と言われていましたが、リチウムイオン蓄電池は、急速充電により2から3時間で済みます。ということは、作戦運用上の充電航行時間が大幅に短縮されることにつながりますから、
敵から発見されるリスクも減ることになります。また、ディーゼル・スターリング・エレクトリック方式の、総、流型では、AIP だけでの先行も可能なので、充電用の航行をせずに、先行もできますが、この場合の水中スピードは、約5ノットになってしまいます。この数値は実用的ではありません。何回もお話ししていますが、潜水艦の最大潜航深度は最高機密ですから、防衛省は公表していません。しかし、そう、流型の潜航深度は、600メートルから700メートルと推測はできます。さらに言えば、そう、流型艦隊には、世界でも、最高水準の鋼材 NS110 鋼材が使用されています。これは、理論上、1000メートルの水圧にも耐えられるとされていますから、最大900メートルまで潜航は可能とも考えられています。では、こういう予測が立てられるのはなぜかと言いますと、海外製通常動力潜水艦の輸出タイプは、スペックの概略を公表することが義務付けられているからです。最大潜航深度は、ロシアのキロ級潜水艦が300メートル程度、ドイツの200級型が300メートル、214型が400メートル程度と公表されているのです。また、原潜は、一般的に、500メートルから700メートルで、アメリカの高性能原潜シーウルフ級が900メートルから1000メートルと言われています。アメリカ海軍主力のロサンゼルス級原潜は最大潜航深度600メートルと言われていますから、そう、流型や次世代対迎型の推定最大潜航深度は原潜と比べても引けを取らないので、中国やロシアの原潜であっても、十分に対抗できるスキルを備えていると思われます。何より、潜水艦の最重要項目である、静粛性についても、海自潜水艦クルーは、世界でトップクラスです。例えば中国ですが、よく言えば賑やかな、悪く言えば、うるさい人たちが乗り組んでいる、中国の原潜と比較すると、スペックは、はるかかに上位と言い切っても良いと考えます。日本が電磁砲の開発を本気で行うことが分かった。今回はこの電磁砲開発を詳しく見てきますね。2022年度の予算が大幅にアップしています。これは来年には完成するのかな？4月15日は、北朝鮮の初代独裁者であるキム・イルソンの生誕日であり、今年2022年は、ちょうど生誕110年を迎えることから、これまでのこうした記念日には、何らかの軍事的なアピールを行ってきた、同国の動向が注目された。今年に入っても、複
数回の各種の大陸間弾道弾や巡航ミサイルの発射を繰り返していた北朝鮮だったが、この4月15日は、これといった派手な動きは確認されず経過し、日本にとっては、ひとまずは安堵の声も聞かれたと言える。北朝鮮のミサイルの脅威に対しては、日本はこれを迎撃するシステムとしてミサイル防衛を推進してきており、イージスシステムを搭載した護衛艦や陸上配備型のイージスアシュアでの対処がその基本に据えられていた。しかし、多くの方の記憶にも新しいと思われるのが、陸上配備型のイージスアシュアの配備中止であり、2020年6月に、ブースター部の落下時の安全面の担保ができないとの理由で、これは、急遽取りやめとなった経緯がある。イージスショアは、海上自衛隊のイージス艦のように、艦艇そのもの保守から、乗務員の確保、訓練といった負荷が少なく、24時間体制で、ミサイル防衛の実現を果たすと、喧伝されていただけに、日本の今後に、大きな波紋を投げかけた。結果的には、イージスショアの代替策としては、現行のイージス護衛艦らのように、他任務にも従事する可能性がある汎用性派放棄し、ミサイル防衛任務のみに特化した、新たな艦艇を導入する案が決定されている。ただし、こうした状況もあってか、日本の防衛省では、レールガンの開発に、2022年度の防衛予算案において、約65億円を投入する方針を打ち出しており、新たなミサイル防衛を担う IL 兵器として、実用化を目指す方向にある。レールガンとは、通常の作薬等の火薬を使用して、砲弾を発射する火砲とは異なり、砲弾自体を物理学でいうところのローレンツ力によって打ち出す兵器であり、スータの SF 作品等でも取り上げられることが多いものだ。基本の物理的な原理はシンプルであるのが、レールガンの特徴であり、並列に配置された2本のレール上に砲弾を乗せ、レールに通電させることによって、電磁力を生じさせ、その力で砲弾を射出するというのが、大まかな構造である。このように、レールガンの仕組みそのものは、比較的に単純であるため、20世紀初頭には、兵器としての研究に各国が取り組み、フランスをはじめ、ドイツや日本などでも、両世界大戦期に研究、開発は施行されたが、実用化にはほど遠かった。それは、当時の技術力では、砲弾を撃ち出すのに、必要な大電流を確保し通電させることが、事実上不可能だったためと言われており、一つのレールガンを運用するには、複数の発電所の電力が必要になるとの結論だったようだ。その後の技術の進歩により、1960年代に高効率な単極発電機が実用化されたことで、再びレールガンの研究は行われ、主として1980年代の冷戦末期のアメリカでは、宇宙を戦場とした場合に使用することを機として、これが推進された。しかし、1991年には、冷戦構造時のアメリカの最大の敵国、旧ソ連が崩壊を迎えたことで、宇宙にも及んだ軍拡競争に、ひとまずの歯止めがかかることとなり、ここでも、レールガンは、実用化にまでは至らず、研究のみが継続される。そんなアメリカだが、同国海軍と、その依頼を受けたイギリスの軍需企業 BAE システム社が、2010年には、試作機のレールガンの開発に成功、重量 10kg 強の砲弾を打ち出すに至り、艦艇搭載を前提とした実用化を目指した。当時のアメリカ海軍は、これをベースに、艦艇搭載型で、射程距離約 160km をクリアする、レールガンを、2016年を目途に開発、2020年までには、実際に艦艇に搭載して、試射を行う方向で、開発を推進していった。ここで、
アメリカ海軍が目標として定めたレールガンのスペックは、射程距離約 160km で、毎分10発の発射を想定しており、これを実現するには、発電出力で25MW が必須であるとの試算がなされる。ちなみに、25kW という発電出力は、2020年に、東芝インフラシステムズ社が、宮崎県の日向市に建設した太陽光発電施設全体と同じであり、太陽光でこれを実現するためには、なんと、東京ドーム11ケ分に相当する面積を必要としている。アメリカ海軍に現存する艦艇で、この25kW という発電出力を確保可能であったのは、多数の新機軸を取り入れた余波で、開発コストが高騰、冷戦の終結もあり、わずか3隻で建造が打ち切られた、ズムボルト級駆逐艦のみだった。そして、アメリカ海軍の主力駆逐艦であり、現在も建造が継続されている、アーレイバーク級イージズ駆逐艦で、ズムボルト級同様に、レールガン用の発電出力を確保しようとすれば、大幅な電源供給のための改装が必要と考えられる。その改装には、おそらく、アーレイバーク級駆逐艦の主兵装であり、対空、対艦、対地、対戦等のあらゆるミサイルを運用している、マーク 41VLS 垂直発射装置の96セルの大半を撤去して、スペースを確保する方法しかなかったようだ。そこまでして、アーレイバーク級駆逐艦の戦闘能力を低下させることは、現実的ではない上、その間にも、巡航ミサイルの長射程化は、瞬く間に進行し、射程距離で、レールガンが、約 160km を目標としていたのをはるかにしのぐようになった。現在では、射程距離 1000km 級の巡航ミサイルが多数開発され、実戦配備が始まった上に、これらの中には、マッハ5以上の極超音速へ行きも含まれており、レールガンの優位性をすべて凌駕してしまったと言わざるを得ない。こうした状況を受けて、アメリカ海軍では、レールガン開発を一時中断しているように見えるが、すべて中止にしたとまでは言えず、問題点、課題点を整理して、今後の方向性をいかに定めるのかを判断しようとしているのだろう。話を日本のことに戻せば、防衛省が進めているレールガンは、アメリカ海軍が開発を進めていたものよりも、4割ほど低い電力で稼働が可能だと見込まれているようで、現状では実用化のハードルは高いと認識されていると思われる。しかし、多くの軍事関係者からは、世界で最大の予算、規模を誇るアメリカ海軍であっても、事実上断念したレールガン開発を日本が独自に完成させることが可能なのか否かについては懐疑的な意見の方が主流のように見える。ただし、日本が研究中のレールガンはアメリカ海軍で目慮したと言われるアーク砲電という技術的な課題を乗り越えたとも言われており、その意味では世界で最も進んだレールガン開発国だという指摘もある。防衛省が2021年8月末に公表した令和3年度事前の事業評価によれば、日本でのレールガンは各種のミサイルを迎撃する対空用途以外に、対艦、対地攻撃の用途にも活用を目指していることが記されている。ことに、対艦用途に向けては、レールガンで射出した砲弾によって、敵艦艇の船体を火立てすると表現されており、近年は物理的に細かい砲弾で艦艇へ有効な打撃を与えることは困難との指摘が多数を占める中では興味深い。
不意打ちとしか言いようのないロシアによるウクライナ侵攻。当初の予想では、多くの人がロシアの短期勝利を予想していたと思います。何と言っても、国力に差がありすぎるのですからね。しかし、2ヶ月近くになりますが、ウクライナの前線とロシアの苦戦が目につきます。プーチン大統領も、こんなに長くかかるとは思っていなかったのではないか、というのが軍事評論家の意見です。今回の主題は、津軽海峡を4隻のロシア海軍揚陸艦が通過したことで、見えてきた部隊再配備についてです。ロシア海軍の揚陸艦4隻が、相次いで津軽海峡を通過したことはご存知でしょう。この事態を受けて、日本の防衛省も監視を強化することになり、軍事対応についても変化しつつあるように思われます。2022年3月15日の午後8時頃、防衛省統合幕僚監部は、青森県下北半島北東端の尻屋崎の東北東約 70km の海上を、ロシア海軍アリゲーター4級戦車揚陸艦1隻と、ロプチャー1級戦車揚陸艦1隻が、西に向けて航行しているのを確認したと発表しました。翌3月16日の午前7時頃、同じく、尻屋崎の東北東約 220km の海域を前日に航行していた艦とは異なる、ロプチャー I 級戦車揚陸艦1隻と、ロプチャー2級戦車揚陸艦1隻が、西に航行していたことも確認されたそうです。この区域の担当である、青森県八戸航空基地所属の P3C 哨戒機と、大港基地所属の護衛艦白縫いが派遣され、情報収集と警戒監視を行っていましたが、前述の4隻の揚陸艦は、そのまま津軽海峡を突っ切って、日本海へ入ったのを確認したと、公表しました。ロシア海軍の艦艇が、我が物顔で、津軽海峡を通過したことについては、ネットの掲示板や SNS では、怒りや懸念が噴出していました。どうして何もせず、通過させてしまったのかなどの抗議で炎上していたのです。しかし、津軽海峡や宗谷海峡は、国連海洋法条約による国際海峡と認定されているのです。つまり、公海ということになりますから、敵の軍艦であっても、日本を攻撃する意図を示していなければ、通行権は認められているのです。鼻先を悠々と通り抜けされても、航行を妨害してはいけないのです。結局、自衛隊にできるのは警戒監視だけということになります。ロシア海軍艦艇の津軽海峡通過事案は、3月10日にも発生しています。午前2時頃に、駆逐艦やフリゲート艦などから、なる10隻の艦隊が、太平洋側から、津軽海峡を抜けて日本海に出たということを防衛省が発表しています。例年、ロシア海軍太平洋艦隊は、司令部のあるウラジオストックの日本海沖合で、小規模な演習を行っていました。しかし、この春、まだ遠い日本海、しかも、流氷が漂う、危険な時期のオホーツク海や、千島列島東の太平洋上での演習は、めったにない異常事態とも思われます。なぜ、異例の演習を行う必要があったのか、それには、やむを得ない事情があったのではないか、つまり、日本海から何千キロメートルも離れたウクライナ侵攻に関わる何かの意図があっての演習ではなかったかと考えられているのです。津軽海峡を通過した、艦隊画像が公表されているのですが、どの艦隊も、塗装が、汚く錆が浮いています。つまりは老朽艦ということではないでしょうか。確かに、1960年代、昭和35年から44年、
に建造されたグリシャ級コルベット艦は、収益後、相当年数が経過しているため、ある程度の錆行きは、経年劣化として仕方ないと思われますが、新型艦とも言えるステレグシチーに旧フリゲート艦にまで、錆が目立つのは、手入れが行き届いてないからという指摘もされています。要するにメンテ不足ということですね。近代化、民主化の波をかぶった、ソ連は、1991年、平成3年に崩壊し、共和国は、それぞれ、独立の国となりました。俗に言う独立国家共同体、CIS です。今まで知らなかった国が増え、地球儀や世界地図制作会社が大忙しだったことを覚えている方もいらっしゃるのでは？今回、ロシアの協力国とした名乗りを上げたベラルーシは、ソ連、時代は、白ロシアと呼ばれていた共和国でした。名前からしてロシアとの由来。備蓄が強かったことが、わかりますね。CIS の中には、バルト三国のように、西側寄りの民主化路線を選んだ国や、ベラルーシのように、旧体制をそのまま維持しようとした国など、様々な様態がありました。ソ連の屋台骨だったロシアは、一番広い、国土と人口と軍事力を持っていましたが、経済の面では、なかなか安定せず、太平洋艦隊の予算が、削減されたたこともあり、稼働率は著しく低下したという噂がありました。やはり、先立つものがないと何もできないということです。天然ガスや原油などの輸出により、経済は持ち直した部分もあるようですが、やはり苦しい台所事情の中で、軍事費をやりくりをしているのではないかと推測されます。苦しい予算を融通して稼働させているロシア海軍艦艇ですが、3月14日には北海道最北端の宗谷岬とサハリン南端の間の宗谷海峡に出現しました。キロ級通常動力攻撃型潜水艦や駆逐艦、ミサイル観測支援艦など合計6隻が西へと航行していったそうです。ここで思い出してほしいことがあります。ウクライナ侵攻開始前の1月20日、ロシア海軍は、自国周辺の全海域で所属する戦闘艦など140隻、海軍の航空機60機、そして兵士1万人以上を大西洋、北海、地中海、黒海、オホーツク海、太平洋などに展開して、大規模演習を行うと発表していました。しかし、この裏で、ロシア陸軍は、ウクライナ国境付近に、陸上兵力を集結させていたのです。海上に、他国の目を向けさせ、その隙に、陸上に、兵を、動かす、人口の多い国でなければできない戦術だという気がします。ロシア海軍の大規模演習は、陸上部隊の動きに連動したものとして注目され、2月に入ってからは、太平洋艦隊の駆逐艦、フリゲート艦が、オホーツク海や日本海で、演習や訓練を実施していることは、海事が確認し、逐次報告を上げていました。今までになかったほどの多数のロシア艦艇が、日本領域の津軽海峡や宗谷海峡を通過したことで、ウクライナ危機に関わると、論評を述べる軍事評論家は、多かったのですが、3月10日、14日に静止した水上艦艇や潜水艦の中には攻撃用の脅威となる種類の艦はありませんでした。ですから、前述の大規模演習に参加した艦が終了後にウラジオストックに寄港する最短ルートを通っただけと見られています。この通過した艦艇の中で気がかりなのは、キロ級通常動力攻撃型潜水艦3隻と指摘されています。これらの艦は、ロシア海軍が
キロ級を改良した巡航ミサイルカリブルが、魚雷発射艦から発射可能な 636.3 型潜水艦ではないかと推測されているのです。636.3 型潜水艦は、2019年11月以降、太平洋艦隊に、同型のペトロパブロフスクカムチャツキーとオルホフが配備されています。3隻目のマガダンは、2021年10月20日就役後に太平洋艦隊に配属されたとされていますから、今回確認された3隻は、この 636.3 型ではないかと考えられます。ウクライナ侵攻でも使用されている対艦、対地巡航ミサイルカリブルですが、アメリカ軍が使用しているトマホークに匹敵する長距離巡航ミサイルです。そういえば、トマホークミサイルは湾岸戦争で一躍有名になりましたね。湾岸戦争は、イラクがいきなりクウェートに侵攻して始まった戦争でした。が、多国籍軍を編成し、半年ほどで終結しました。津軽海峡をロシアの揚陸艦が車両を満載して通過したことについては、極東部隊から3000人以上の隊員をウクライナへ増派しているという軍事アナリストの意見がありましたが、いくらロシアでもこれは無理だろうという反論が上がりました。というのは、千島列島に配備されているロシアの陸上部隊は8000人程度と言われていますから、その半分近くをシベリア鉄道経由で1週間もかけてウクライナへ輸送することは現実的ではないというのです。確かに時間的ロスや経済的にもロスがありすぎると素人でも感じます。つまりこういった揚陸艦は演習前にウラジオストックから輸送した陸上部隊を再び乗せて飛行するだけだったと判断していいのではないでしょうか。苦戦続きだからこそ焦ったプーチンが情報統制を厳しくしたり、ウクライナでの兵士の残虐行為に目をつぶっているのではないかとまで推理されているのです。ロシア兵の戦争犯罪については国際刑事裁判所がやっと動き始めましたね。まあ、戦争そのものが犯罪ではないかと思うのは、筆者だけではないことを期待します。短期に肩がつくと、高をくくっていたウクライナ侵攻が長引いているということは、簡単に言えば、ロシアの弱さの証明ということだと思います。ロシアに攻め込まれたウクライナで、すが、ウクライナはロシアに攻め込んでいません。ここが大事だと思います。つまりウクライナは防衛だけです。逆に攻撃しているロシアの方が、被害が拡大しているのが本当のところです。アメリカが対中政策を打ち出し、早数年、日本もまた、
周辺国との緊張状態が続く。今回は、アメリカ軍 B1 爆撃機が、東シナ海へ緊急発進をした状況を詳しく見ていきますね。日本でもスクランブルは多発していますし、ほとんどは中国機によるものです。日本は防衛力ばかりで、日本から他国を侵略することはありません。今や、中国やロシアは、日本の領土を取りに来るような発言が目立ってきています。広大な日本領土を守り抜くのには、なかなか難しくなっています。2020年11月3日のアメリカ大統領選挙を経て、現トランプ政権支持派を中心に、中国の関与を囁く声が高まる中、その混乱をつくかのように、台湾への中国軍の支持、行動が増加している。すでに、それ以前の2020年9月以降から、台湾領空への中国軍機の侵犯行動は常態化していたが、台湾支持を打ち出している。トランプ政権の選挙での劣勢の余波を借り正月、行動を行っているかのようだ。日本でも、トランプ支持派からの今後の中国に対する危機感が、これまでになく高まっていると思えるが、矢面に立たされている台湾から、すれば比較にならないほどの切迫感が伝わってくる。そうした台湾の状況からすれば、この11月17日、突如として、グアム島から、東シナ海の中国の防空識別圏に進出してみせたアメリカ空軍の戦略爆撃機 B1B ランカーの行動は歓迎されたことだろう。かつては北朝鮮への抑止力として存在してきたアメリカ空軍の戦略爆撃機 B1B ランカーが中国に向けてここまでの具体的な行動に及んだのは意外だもあり、トランプ政権の威信を感じさせた。下手をすれば、偶発的な戦闘にも発展しかねない、こうした動きをアメリカ空軍が行った背景には、空母打撃群に止まらず、攻撃可能な戦力をいつでも投入可能だと見せつける狙いがあったのではないだろうか。個人的には、中国の配備する中、長距離巡航ミサイルが、グアム島までも攻撃圏内に収めたと考えられる中で、本来は、アメリカ本土に配備されているはずの B1B ランカーの行動範囲を誇示したとも思える。さらに、これまた異例なことに、12月16日には、同様に、2機の B1B ランカーが、山口県の岩国基地飛行場に迷い、およそ2時間の滞在後あと再び飛び去ったことも報じられ、同機の行動が活発化している、印象がある。ここに飛来した B1B ランカーも、グアム島のアンダーセン基地の飛行場から来たものと見られているが、こちらも、自衛隊との合同演習などを除けば、非常に稀有な行動であると感じられる。これに対抗したものかは不明だが、翌日12月17日には、大連港から、中国海軍の航空母艦、山東を中心とする艦隊が出港、20日に台湾海峡を通過したと、警戒を続けていた。台湾当局が発表している。前日の19日には、アメリカ海軍の太平洋艦隊所属のアーレーバーク級ミサイル駆逐艦、マスティンが台湾海峡を通過しており、航空母艦、山東らの行動は、こちらへの牽制の意味合いもありそうだ。アメリカ空軍では、現在戦略爆撃機のカテゴリーでは、大きく、3種類の機体を、アメリカ本土を中心に収益、運用を行っているが、これらそれぞれが、各時代を象徴しているようで興味深い。まず、最古参の B-5 ストラトフォートレスは、実に、1955年から、収益している機体であり、核兵器の運用も可能だが、ベトナム戦争をはじめ、多くの実戦で、通常爆弾、ミサイルによる爆撃を担ってきた。生産機数も、744機と飛び抜けた多さを誇り、兵力が4機で、合計8機のジェットエンジンを搭載し、
爆撃機と聞いて、すぐに連想されるであろう外観と、相まって最もオーソドックスな機体だと言えるだろう。アメリカ空軍では、この B-5 にストラトフォートレスを2050年前後まで運用する予定としており、このまま進めば、実に一世紀の長きににわたって収益する可能性が現実味を帯びてきている。今回の主役たる B-1B ランカーは、1986年から収益を開始した機体だが、100機の生産数のうち66機が現役であり、今では珍しい可変翼を備えており、現状は核兵器の運用能力は有してはいない。4機のターボファンエンジンにより、音速を超えるマッハ約 1.25 の最高速度を発揮する B-1B ランカーは、2000年代以後のイラク戦争などで実戦投入され、近年は北朝鮮への抑止力をも担っていた。最後の B-2 スピリットは、1997年に運用が開始された機体で、前述の2機に比べ、ブーメランのような形状を持つ全翼のステルス戦略爆撃機であり、世界一高額な軍用機とも呼ばれている。その高額さと旧ソ連との冷戦構造が終了したこともあり、B-2 スピリットは、大量に生産されることはなく、わずか21機のみの生産に止まったが、イラク戦争など中東における精密爆弾を用いて実戦参加している。実際の B-2 スピリットの実戦投入は、1999年のコソボ紛争への参加が初であったが、機体が高額な上、高い機密に属するステルス技術を使用していたため、それまでは温存される傾向にあった。ちなみに、ステルス機ではない B-1B ランカーも、主翼と胴体部分の一体的な構成によって、従来までの B-5 にストラトフォートレスと比較した場合、実に約 1% のレーダー反射断面積を実現していると言われる。この点を考慮すれば、現在でも B-1B ランカーを通常のレーダーで捕捉することは極めて困難だと見られており、装備の近代化を進める中国軍に対してもアドバンテージを持つと、解釈できそうだ。
今回の主題は、海上自衛隊の次期潜水艦です。この潜水艦に、VSL を搭載するという話があるようですが、果たして本当なのでしょうか？2022年3月、海自は、最新型対芸型潜水艦1番艦であり、ネームシップの対芸を就役する予定です。建造を担っているのは三菱重工業者ですが、その神戸造船所では、準備も最終段階に入って、着々と進行しているそうです。対芸型潜水艦は、先輩にあたる、操縦型の正常進化版と見られています。そう、流型の最終モデルである、11番艦横流、12番艦東流と同様リチウムイオンバッテリーが搭載されています。そう、流型横流の登場以前は、世界の量産型通常動力型潜水艦のバッテリーは、すべて鉛製でした。これが、潜水艦が、兵器として登場して以来、約1世紀にわたって、スタンダードになっていたのです。アメリカ海軍やイギリス海軍は、保有する潜水艦すべてが原子力推進ですから、リチウムイオンバッテリーの実用化は、必要ありません。しかし、通常動力型に特化している、原潜を持てない、日本にとっては、かなり、大きな影響があると言えましょう。というのは、そう、流型1番艦、総流から、10番艦小流までの計10隻には、ディーゼル機関、鉛製バッテリーと発電機プラススターリング機関まで搭載していたのですが、それをガラッと一変させるものだったからです。スターリング機関はパワーと比較すると、サイズが大きくて、しかも重いものでした。ということは、艦内の空間が限られている潜水艦中に設置するには、ベストとは言えません。しかし、通常動力型潜水艦が、水中で稼働する時間を確保するためには、大切な非待機依存推進方式を実現できることで採用されていました。前述の小流まで搭載していたスターリング機関は、スウェーデンのコックムス社が製造したもので、川崎重工業者がライセンス生産したものでした。つまりは、スウェーデンのゴトランド級潜水艦に採用された機関を改良したものと言えましょう。そう、流型潜水艦は、10番艦初流までのデータは、水上排水量2900トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、喫水 8.5 メートルと言われ、乗員数は65名、水中最大スピードは20ノットと公表されているようです。このデータは、当時の潜水艦の中でも、通常動力型としては世界最大級だったようです。日本は、四方を、広い領海と接続水域に囲まれた島国ですから、当時の国力で建造できて、保有できる潜水艦の範囲の中では、ベストの選択肢として採用されたものと考えられます。ゴトランド級潜水艦のデータも紹介しますね。水上排水量1384トン。水中排水量1494トン、全長 60.6 メートル、全幅 6.06 メートル、喫水 5.6 メートルと言われます。乗員数23名、水中の最大スピード20ノットというスペックが公表されています。こういった数値の比較からも、すぐお分かりかと思いますが、ゴトランド級と、総流型を比較すると、水中排水量については、そう、流型が約3倍の容量を持っていて、乗員数に差があるとしても、その違いは明白です。スウェーデンは、ゴトランド級潜水艦を3隻保有しています。その全艦が、1999年、平成11年という同時期に就役しているのですが、もともと計画されていたのは、5隻の建造でした。その計画が縮小されて、3隻となってから、
すでに20年以上経過しています。スウェーデンでは、代替艦の計画も検討されているようです。このスウェーデンの代替潜水艦ですが、A26 型と呼ばれています。しかし、この潜水艦を保有する最大の理由が消滅したのです。スウェーデンにとって、最大の仮想敵国は、旧ソ連でした。これは、第二次世界大戦時を考えればわかりますね。このソ連は、1991年、平成3年、に崩壊しました。ということは、無理して潜水艦を建造する必要がなくなったということです。代替艦計画は、そのまま棚上げになり、2000年代中頃までほとめされることになりました。こういった事実に加えて、潜水艦を建造するコックムス社が、2014年6月まで、ドイツのティッセンクルップマリンシステムズ社の傘下に入っていたことがあり、このため、潜水艦の建造費が高騰する事態になってしまいました。この局面を打開せねばということで、スウェーデンのサーブ社が、コックムス社を買収したので、やっとこういったスウェーデンにとって、不本意な状況を脱することができたというわけです。2022年2月現在、スウェーデンは、この A26 型潜水艦を2隻購入する計画を進めているらしいのですが、未だ寄港してはいません。その代わりにというわけではないのでしょうが、A26 型の排水量を4000トンクラスに拡張したタイプが、オーストラリア海軍の新型潜水艦計画に提案されたそうです。オーストラリアの潜水艦計画については何回か取り上げてきました。2016年、ヒロ28年4月、当時のオーストラリア政府がフランスで建造予定だったシュフラン級原潜を通常動力型へと転換した艦を自国のアタック級潜水艦として購入する決定をしましたが、いろいろなことがあって、結局、この計画は中止となりました。オーストラリアがフランスからの潜水艦調達を白紙撤回したのは2021年9月のことでした。かなり最近ですね。と、同時に、今までは日本同様通常動力型潜水艦にこだわっていたのですが、原子力潜水艦保有へと方向変換したのです。この陰にはオーストラリアがアメリカとイギリスとの間に新たな安全保障体制の枠組みオーカスを締結したことが関係していると推測されます。通常型から原子力型への転換は、世界各国の軍事装備刷新の中でもあまり見られない大きな動きと言われています。オーストラリアの方針転換の理由を考えてみましょう。2020年以降、世界的に新型コロナウイルスが蔓延し、収束の気配もありません。これが、オーストラリアと中国との対立を明らかにしたという説があり、それが原因とも思われます。それにしても、歴代政権が、親中路線で来ましたし、オーストラリアの最大の貿易相手、国は、中国ということで蜜月状態だったこともあるのに、現在の状態というのは注目せざるを得ませんね。オーストラリアが購入する可能性がある潜水艦は何でしょうか？推理されているのは、アメリカのバージニア級か、イギリスのアスチュート級のどちらかで、いずれにしても攻撃型原子力潜水艦だろうと言われていますが、専門家もどちらになるのか、見解は真っ二つということです。そもそも、オーストラリアが、原潜を保有したい最大の理由は、中国です。南シナ海に、原潜を展開させて拡張しつつある、中国の軍事拠点への対地攻撃能力を持つことを目的としていると見られるので、
弾道ミサイルを積載する戦略型原子力潜水艦に近い用途で使用したいと考えていると思われます。と言っても、オーストラリアがいつ攻撃型原子力潜水艦を保有できるのか、今の時点では全く未定です。先日、オーストラリアのダットン国防大臣が2038年、令和20年までには保有すると発言したことについては、本当だろうかと懐疑的な意見の方が多いようですね。オーストラリア国内のマスコミや野党の見方としては、オーストラリアが原子力潜水艦を調達できる時期は、いくら早くても2040年、令和22年以降になるだろうという声が多いのです。購入先のアメリカやイギリスが建造できる容量から判断しても、こう、いった考えが妥当と考えられているようです。こういった事案が今後どんな進展を見せるのかも気になります。ただし、それがもたらす影響は日本にも確実に及んでいますし、日本も原潜の保有を検討するべきではないかという意見や、海上自衛隊が潜水艦用の VLS の検討を始めたのも、そういった事情が影にあるからと推測されます。